朝日です。産後12日目の朝です。緊急帝王切開から6日で退院して、で、もうあっという間に12日経っちゃいましたね。だいぶ体も回復してきて、まあ、まだね万全ではあるんだけれども、今日の一日の様子残していこうかなというふうに思います。足のむくみがまだ取れたいので抱き枕を置いて足を高くして寝てます。隣にはとしこさん、妊娠中もそうじゃない時も結構ねお腹の上に乗ってきたりとか、ここを歩いたりとかよくしてたんですけども、帰ってきてから腹筋があんまりにもなくなって、ここの上を歩くだけでもねうってなるぐらい筋力が落ちました。トイレから失礼いたしますが、まずおたうきからトイレに入り、おしっこの回数を今控えてます。むくみが本当にすごすぎて、でちゃんとおしっことしてこう出れない状態、体の中にこう水分が溜め込んじゃってる状態が長く続いて、退院してからむくみ対策、めっちゃ水飲んだりとかマッサージしたりとか、いろいろと試してるので、ちゃんとねおしっことして出てるかどうか正の字で控えてます。産後12日目のお腹がこちら。ちょっと縦線が入ってきた気がしない？胃とかね、この上の方は結構元に戻ったような気がする。下っ腹がまだね、ぽっこりとか出てますね。正中線も少しね、残ってます。ちょうどね、このラインを15センチぐらい、帝王切開だと切るんですけども、まだ触るとちょっと違和感があったりとか、まあね、体勢によっては痛みもあったりとかしますが、このまま術後が良好だと嬉しい。また落ちてるね。腹分1キロ減らして 54.2キロ。入院中、出産した日よりも体重が増えるというね、よくわからないことが起きて、まあ、むくみでね水を蓄えまくったんですけども、その時よりピークの体重よりか10キロ減りました。妊娠前の体重にはさらにまた10キロ戻す感じにはね、なるんですけども、毎日2キロずつぐらいね体重減ってくれてるので嬉しいです。おはよう。ぐっすり寝てます。6時にミルクあげて、今8時過ぎなので一番静かな時間帯。捉えちゃった、おならの瞬間。今日の朝ごはん3食作ってくれてます、ありがとう。何時に起きた？6時。5時くらい。5時ぐらい。3時間2時間ぐらいしか寝てないんだよ。5倍ですね。5時間以上寝たことはこの10日間ない。私の方が寝てるわ。目覚めかもしれん。いや。はい、来たー。来ました。もうちょっとね、おっぱい好きになってもらえるように、ちょっとね、付き合ってもらおうと思います。いい感じ。アレクサ、3分でタイマー。アレクサというデバイスを見つけられません。あれ、アレクサじゃないの、あいつ。今日はそこまでぐずりすぎてないからちょっと協力的。あれ、違った。産院で使ってたね、哺乳瓶がこの母乳相談室だったっていうのもあるんだけど、おっぱいが吸えない子向けにちょっと吸いにくい作りになってるんだって、この相談室がね。吸う訓練をしていただいてます。焼き芋をふかしてもらったよ。湯気が美味しそうな湯気してますね。
美味しそうな色。おか。うん、美味しいよ。うん。こっちは美味しい。授乳で吸い切ってもらえなかった分を搾乳いたしました。50cc ぐらい取れたんじゃないかな。私が使ってるのはね、このメーデラの手動の搾乳機です。妹からお下がりなんですけど。本当はね、電動の搾乳機を買おうかなって思ってるんだけど、なんか退院したその日に母乳外来に駆け込んだぐらい乳腺の開通がまだちゃんとできてなかったりとか、あとその時は帝王切開でむくみがひどすぎて、赤ちゃんがこうおっぱい加えられないぐらいもう張りすぎちゃってて、もうどうしようもない感じだったんで、今も母乳外来に通ってるんですけど、そうで助産師さんにまだね、電動のやつはやめてって言われてて、なので基本的にはもう手絞りで、で残りの取り切れないやつをこのシコシコで手動でやってるっていう感じなんで、めっちゃ時間かかる。もう気づいたら30分1時間搾乳に時間かけてるっていうことも多くって、まあこの時期のお母さんたちみんなそうだと思うんですけども、おっぱいで1日が終わります。もうまさにその通りって感じ。ちょうど3時間ぐらい経ちましたね。次の授乳の時間です。今日プープーしまくりだね。うん、お腹すいたんでしょ。うん、お腹すいた。はい。うん、よかったよかった。じゃーん、お昼は混ぜそばです。うん、うん、うん、このままむにゃむにゃ寝てくれたらいい。いいんじゃん。よし、よいしょ。何つけんのこれ。はい、いただきます。出来上がりがこんな感じで、青葉のおくるみと青葉のベビー用の枕、うちは使っております。そしてこんな感じのまん丸だ、まん丸おくるみ。結構このねおくるみ高いのよ。でも通気性があるからいいみたいっていうのでこれにしました。とりあえず今はこんな感じで落ち着いてくれてます。巻くとねぐずぐずしてたのでとりあえず加えさせております。ただのおしゃぶりにしかなってないかもしれませんが、こんなことをしてたらあっという間にね夕方になって夜になってっていう毎日です。ミルク作ってくれたって。ほら来た、ほらお腹空いてる。まあまあ満足、一歩満足したでしょ。次の授乳まで少し仮眠タイムです。いい感じ。今隣の部屋で彼もとしこさんと仮眠取ってます。お昼寝彼がしてるの初めてじゃないかな、退院してから。そう、それまでの間は結構昼間も役所回りとか買い出しとかいろいろやってくれてて、深夜の寝かしつけは基本ね今彼がやってくれてるので、私も睡眠時間が本当に短い中育休取ってくれてるんで本当にありがたい。仕事復帰した後私どうなるんだろうって不安になるぐらい、もういろいろ任せっきりなので、私よりも上手にやってくれてるんでね、ちょっと私の方が出遅れております。うんぴっぴー、うんぴっぴー、うんぴっぴーの匂い、匂いがしますよ、うんぴっぴーの匂い。
いや、はいよ、はい、どうも、落ち着いて、あ、大丈夫、大丈夫、ベロ下に下げてください。ベロ下に下げないとお乳吸えないね。そう、そう、それだったらおっぱい吸えるね。そのお口がいいな。うん、そのお口でおっぱいしてくれる？やってみる？お願いしていいですか？上手すぎる、上手すぎる、天才です、天才です。でさっきみたいにおっぱいあげるのもこうやってね、あのミルクあげるのも結構もう数日前まではしんどくてさ、やっぱお腹の傷もそうだしむくみもそうだししんどかったけど、だいぶ楽になったからね、よかったね。まあ 今もまだむくんでんだけどさ、むくんでるせいで歩きにくいし体痛いし、新しいミルクが来た。眠りました。夕飯です。じゃあ春雨と野菜スティック。うんうんうん、もうあと新生児が半分ぐらいで終わっちゃうね。あっという間に新生児じゃなくなっちゃうな。寂しいな。まだ傷をかばって丸くなりながら立ってるからね、腰に結構張りがきてます。姿勢よくしなきゃね、姿勢よくしなきゃ。お風呂上がりのケアは私がやっております。クリーム塗ってね、キレキレになったね。大きな口でお願いします。ベロ下に下げて、それを覆ってて。検診の時そこまで毎回お顔を見せてくれないタイプだったんだけど、でもね、顔の周りにいつもね手をねこう置いてて、そのポーズもね出てきてからもしてたりとかするから、お腹の中にいた人が出てきたんだなーって感じてね、すごくね愛おしく感じたりする。でもまだなんか全然自分自身お母さんになったっていうのが、うん、現実味があまりなくって、お母さんだよみたいな感じじゃなく、なんかあなたのお母さんになったみたいだよ、よろしくみたいなそんなことを話しかけてます。うん、疲れちゃった。さっきおっぱいもいっぱい飲んでたもんね。ちょっと真っ暗だけど、ただいまの時刻夜中の1時です。今ソファーに、ね、横になってて、胸のところに息子がおります。お風呂上がった後からちょっとグズグズしてて、この状態で一緒に眠っておりました。今日はお腹の上で寝てたからか、すごい静か。よく寝れたね、さっきね。あの寝方、お腹の中にいた時みたいで、そう、気持ちよかった。私、おやすみ。